はい、こんにちは。今日は2018年の京都大学の理系の第4問、こちらをやっていきたいと思います。はい。問題文はこちらになります。はい。まずですね、ちょっと挑戦していただいて、で、えー、終わりましたらこの後ですね、中身についてお話ししたいと思いますので、ご覧いただければと思います。はい。じゃあ早速やっていきたいと思います。はい。 えとそうですねこれ1回目だけちょっと特殊で2回目以降はあるルールに従ってね、えー、複素数を動かしていきなさいと言ってるんですけれども、うん、ちょっと手を動かすとすぐわかりますね。これ例えば α っていうのはこういうふうに書くと、ね、この思考をやってて出てくる複素数って1か α か α の事情、まあ、すなわち α バーどれかしか出てこないっていうことはすぐわかりますね。うん ってことをまず数学的機能法的に考えればすぐ分かりますんで数学的機能法で考えればすぐ分かりますんで、えー、それをまずちょっとね書いてやって、えー、そこからですね話はね。はい。うん、まあこのね Z1 から Zn っていうのは、えー、1αα バーのいずれかにしかならないと。 まずこれ「状態1」あの確率でなんかこういう状態のことをね、えー、とよく「ステート」っていうんですよ、まあ、状態そのままですけど、まあ、状態1から試行しましたで、えー、表が出たつまり確率分の1一でアルファ倍すると、うん、で、えー、裏が確率分の一倍でバーをつける、うん、複素協約を取る。 というような推移をすると言ってるわけですね。で、状態の推移っていうのは上図のようになり、まあ、この図のようになり、z イコール =1 アルファアルファバーのいずれかの時、こいつが1かアルファかアルファバーの時って1だったらアルファになるか1になるかですね。で、アルファだったらアルファの事情。つまりアルファバーで。 こっっちだたらバー、両方とも α バーですね。で α バーだったらこれとかけますから1になる。ね。バーはです。で、α バーだったら α バーのバーですから α になると。いうことでですね結局出てくるものは1か α か α バーなんですね。でこれ Z1 っていうのは何かというと1か α のどっちかですから。 まあ機能的に状態っていうのはこの三つに限るよということがわかりますね。うん。えー、まあこれぐらい書いておけばいいんじゃないですかね。うん。で、じゃあどうするかっていう話です。これを確率の話なんでね。えー、確率をちゃんと求めてあげなければいけないわけですけども、まあ聞かれているのは n 回やった時に一、まあつまり n 秒後、なちょっと秒で秒で思いましょう。n 秒後に一になってると。 いうことですねステート状態が1になってるというお話です。まあ、ちょっとこれはもう消しますね。はい。でまあ、えー、N 秒後にどうなってるかっていうのはね N-1 秒後までがどうなってるかっていうのを分からないとちょっと求めらんないですね。うんえー、例えばですねえー、っと 起こっったた事象全部てていうのを寄せめてきた、まあ、集集めき合、まあ、つまり標本空間ですね、まあ、通常オメガと書きますが標本空間オメガっていうのを考えた時にじゃあ N 秒後までどういうふうにプロセスとして踏んできたかでと、えー、1行って次アルファ行ってでアルファ行った後はアルファバーですかねでその後またアルファに行ってみ,てみたいなこんなん全部書き連ねていってもですね訳わ,わかんないわけです。 いいですか？わけわかんないというか書ききれないというかね。なのでこういう時は条件つ,つけて考えるわけですね自分が今 N-1 秒 n 引く秒まで結果を見たと思ってここにいるとした時次またステートが1になる確率とかって推移を考えていくわけですで確率全化式を使うということですね、うん、したがって例えば1からですねまた1に返ってくるのって確率1分の2で返ってきますよねいいですか1から ね、表が出たらアルファ倍、えー、裏が出たらバーをつけろですから1バーですからで確率2分の1でアルファに行きますで従って確率2分の1でアルファに行くといいですかで次アルファこの人はかけるアルファでアルファバーに行きますねでバーをつけるとアルファバーに行くだからこいつ確率1でここ行くんですねいいですか で次アルファバーというのはどうなりますねアルファバーというのはねかけるアルファ倍すると1に行ってアルファバーにバーつけるとアルファに行きますからえー、っとこの人とこの人に確率二分の1ずつで、えー、推移していくというようなね、えー、推移をするということがわかります。で さっき言ったみたいに全部起こりうる事象みたいなのをこう書き連ねていこうと思うとねなんかこの人とかってなんかこの人しか行かなかったりアルファの後ろはアルファバーしか来ないとかねそんな考慮しながらこんな列をいっぱい全部勘定できないじゃないですか <laughs> ねなのでえっ、ー、とですねそういう時は n-1 秒まで自分を見たとね、えー、思って考えるのが数字です。で はいえー、とじゃあ、まあ、N 秒、まあ、本当は N 回って多分思考コイン投げるって言ってるので N 回なんですけど、まあまあ、こういう全化式っていうか、まあ、推移していくものを考える時っていうのはランダムに何かだからこれ複素数ずっと見てるんですよ。あ1だアルファだアルファバーだ,アル,ファだアルファバーだって言って秒を重ねていくごとに確率的にピコ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 スクリーンの上でなんか変化してると思えばいいんですよね。そううやってて推移してると思うと思、ねえー、N 秒後に状態が1 である確率は pnα である確率は qnα バーは rn と置くとはいもうあとはいつものやり方ですねはい、はい、いいですね、えー、このように式を立てますねえー、っと n 秒後に1にいる人っていうのはね えー、そこから1 2分の1の確率出ればいいですから N 秒後に、えー、1にいる確率に対して N 秒後に1にいるという条件のもとで、えー、次1が出る確率いいですか、うんえー、こっちも同じように考えればいいですね。RNN 秒後まで見た時に RN なつまりここにいる N 秒後まで見るとここにいるんだけど次の瞬間こっちに行く確率っていうのは N 秒後にここにいるという条件のもとで、えー、次 ステートが1にななるって言っててまますすからこうなりますで,でこれ互いに排反のことが起きてますから和で書いてる。こういう式見た時にこの絵が一体何意味してるかちゃんと考えないとダメですね今みたいに。うん、ただなんか足し算掛け算して足し算して全化式作ってとそういうことじゃなくてこれはちゃんとね確率的な意味があるということをよく考えてみてくださいね。でこれは うん、同じです。もう理屈は一緒。で、これは一緒です。Qn、n 秒後に、Q えー、ステートが α になってるやつっていうのは確率1でこっちに行きますから。いいですかここに1かけてるんですね。うん。で、あとはこれはこうなりますね。で、これ見ると一緒ですね。一緒。はい。えっと、これなんですけど、一緒なんですよ。こう一緒になってる。で、うん、これね。 ここに1入れていった時から勘定してるんで、P1 と Q1 がちょっと一緒かどうかわかんないんで確かめとくと、まあそれは一緒ですね。はい。これはあの初期条件というか、1回目の思考の条件ですね。はい。よって、もうどの n を取ってきても一緒なんでこうです。いいですかうん。えっ、ー、と、そうするとですね、Pn を求めるというのは Qn を求めるのと一緒ですから、どうしましょうか。えっ、ー、と、P と R がいて、ここ P と R がいて、これね、ここ突っ込むと、 9だけになりますから、ちょっと Qn 求めましょうか。えっ、ー、と、Qn プラス1イコール、はい、こうなりますね。いいですかうん、Qn プラス1っていうのはこれ。うん。で、これちょっと1 2分の1でくくって、こいつを放り込んでやるとこうですね。はい。で、まあちょっと展開するとこうなります。はい。そうすると、まあこれいつものやつですね。で、こういう3分の1とかっていうのはね、あの、いちいちこれアルファと置いて計算したりしないでくださいね。 あこれさっきのスイー図とか見てると n 無限回にぶっ飛ばした時3分の1になって出てくるの明らかなんで明らかっていうか大体冊子がつくんでうん3分の1です。そうするとこれはうんえこの数列を見るとねえ初項 Q1 引く3分の1公比ス2分の1の等比数列ですから Qn 引く3分の1というのは。 のので Q1 っていうのは何かというと2分の1でしたからここ6分の1ですね6分の1とはいよって Qn はこうなりますいいですかはいであとこれですねこれを使ってよってよって Pn ははいこれと一緒です3分の 1+6 分の1の ということになります。うん。まあ Pn って自分で勝手に置いた文字だから、ね、あのよって求める確率はこうですってこう書いておいた方がいいかもしれないですけどね。<laughs> はい。そういうことになります。はい。えっと今日はこれぐらいにしたいと思います。はい。お疲れ様でした。はい。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価ボタンよろしくお願いいたします。で、チャンネル登録もよろしくお願いします。 それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。